平野翔の歌声が心に響く。ナンバーアンダーライン愛、透明になりたいの魅力を徹底解説。三代目 JSBVS ナンバーアンダーライン愛。2024年秋、音楽チャートを制するのはどっちだ ?2024 年9月、音楽業界には新たな注目の存在が現れ、その名はナンバーアンダーライン愛だ。彼らの楽曲、透明になりたいが大きな話題となり、 デジタルダウンロード数で見事に首位を獲得した。初週に4290ダウンロードを記録したこの曲は、彼らがリリースしたフルアルバム、ノー o チからの1曲で、平野翔がソロで歌っている。また、この楽曲のプロデュースを手掛けたのは、多彩なアーティストであるウンディであり、その組み合わせがさらに話題を集めている。平野の歌声とウンディの独特な音楽スタイルが融合し、 リスナーに強烈な印象を与えたことは間違いないだろう。ナンバーアンダーラインア I は他にも注目すべき曲をアルバムからリリースしており、そのうち3曲がトップ10にランクインしている。例えば、ガン・ユータのソロ曲、レシピは3位に、ジングージ・ユータのソロ曲、バイ7分の24は4位に、それぞれランクインしている。さらに、彼らの楽曲、i l y も9位に食い込み、 全体としてて多くのリスナーに支持されているこのような結果は、グループ全体が持つ個々の才能と、それを引き出すプロデュース力がいかに重要であるかを証明している。このような成功には、いくつかの要因が考えられる。まず、彼らの楽曲は単に音楽的に優れているだけでなく、リスナーに深く共感を呼ぶテーマを扱っている点が大きい。例えば、透明になりたいという曲名からも感じ取れるように、 このの曲は現代の社会におけるる。孤独感や自己喪失といいいったテーマを描いている特に若い世代にとって自分の存在感を見失ったり他者との関係性に悩むことは日常茶飯事だこのような感情を音楽で代弁することでリスナーに寄り添い共感を呼んでいるのだろうまたナンバーアンダーライン愛が成功しているもう一つの理由として彼らの音楽がジャンルを超えて多くのリスナーに訴えかけている点が挙げられる 平野翔やガンユー神宮寺ユ太といった個々のメンバーはそれぞれ異なる音楽的バックグラウンドを持っており、それがナンバーアンダーライン愛の音楽に多様性をもたらしている。彼らのアルバム、ノーイチは、ポップ、ロック、エレクトロニカなど様々なジャンルを融合させており、これが幅広いリスナー層を獲得する要因となっている。若者だけでなく、幅広い年齢層に支持されているのは、 このジャンルの多様性が大きく影響していると考えられる。この時点で、ナンバーアンダーライン愛は単なる新人グループとして見られているわけではなく、次世代を担うアーティストとしての地位を確立しつつある。その一方で、音楽業界全体の競争は依然として激しいものだ。同じ週にリリースされた3代目ジェー・ソウル・ブラザーズ・フロム・エグザイルトライブの「ベイビー・ドント・クライ」は、わずか1日で3218ダウンロードを記録し、 2位にランンクインしているこの曲は11月にリリース予定のアルバム「Echoes of Duality」の一部として発表されたものであり、アルバム全体への期待感が高まる中でのリリースであったため、多くの注目を集めている。音楽業界におけるダウンロード数の重要性は、近年ますます高まっている。フィジカルセールスが減少し、ストリーミングやダウンロードが主要な収益源となる中で、 アーティストにとってはこれらの数字が重要な指標となる。だが、ダウンロード数だけではなく、その楽曲がどのようにリスナーに影響を与え、持続的に支持されるかも重要だ。例えば、今回ランクインしている米津玄師の「さよならまたいつか」は、NHK の連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌として再び注目を集めており、特に物語の最終回が放送された9月27日以降、 さらにダウンロード数がが伸びるる可能性があるこのように楽曲がメディアや文化的なイベントと結びつくことでリスナーに新たな価値を提供することができる。また今後注目すべきは競争がますます激化しているトップ10圏内の動向だ。例えば5位にランクインしている桜坂46の「アイ・ウアン・トゥ・モロー・トゥ・カム」は集計最終日の9月25日にリリースされたばかりで。 わずか数日で1931ダウンロードを記録している。このように、リリースのタイミングやプロモーション活動がどれだけ重要かを改めて示している。リリース直後の数日は、アーティストにとって極めて重要な時期であり、その間にどれだけリスナーの関心を引きつけることができるかが、チャートの順位に直結する。音楽業界において、ダウンロード数やストリーミング再生回数が重要視されるようになった背景には、 テクノロジーの進化があるスマートフォンや音楽ストリーミングサービスの普及により、リスナーはいつでもどこでも音楽を楽しむことができるようになった。この変化は、アーティストにとっても大きな挑戦であり、従来の音楽販売方法とは異なる戦略が求められている。ナンバーアンダーラインアイのように、リリース初週にこれだけのダウンロード数を記録するアーティストは、その時代の波に乗り、 デジタルマーケティングや SNS を駆使してファンとのつながりを強化している。さらに興味深いのは、音楽のダウンロード数だけでなく、その楽曲がどのようにリスナーに感情的な影響を与えるかという点だ。現代のリスナーは、単に音楽を消費するだけでなく、その背後にあるストーリーやアーティストの意図にも興味を持つようになっている。例えば、透明になりたいという楽曲は、タイトル自体が強いメッセージ性を持ち、 リスナーに深いい考察を促している自分自身の存在感を見失い、社会の中で透明になってしまうという感覚は、特に若い世代にとって共感しやすいテーマである。また、これからの音楽業界においては、AI やバーチャルリアリティなどの新しい技術がどのようにアーティストやリスナーに影響を与えるかも注目される。ナンバーアンダーラインアイのように、デジタル時代に適応したアーティストは、 単に楽曲を提供するだけでなく、ファンとの双方向のコミュニケーションを通じてブランドを築き上げている。このような新しいアプローチは、今後ますます重要になるだろう。最終的に、ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼らの才能だけでなく、音楽業界の急速な変化に対応する能力にも支えられている。彼らが次にどのような楽曲をリリースし、どのようにリスナーとつながり続けるのか。 今後も目が離せない状況だナンバーアンダーライン愛の今後の展開を考える上で、彼らがどのようにファンとつながり、音楽業界の変化に対応していくかが重要な要素となることは間違いない。音楽が単なる娯楽の一部として消費される時代から、より深い意味やメッセージを求められる時代へと移行している中で、アーティストに求められる役割は大きく変わってきた。 ナンバーアンダーライン愛もその潮流の中で新たな道を切り開いている。一方で、音楽のデジタル化が進むにつれて、アーティストの成功の尺度も複雑化している。ダウンロード数やストリーミング再生数だけではなく、SNS での話題性やバーチャルイベントでのファンとの交流など、さまざまな要素が重要視されている。ナンバーアンダーライン愛は、ウェラの要素を巧みに利用している。 彼らは SNS を通じて日常的にファンとコミュニケーションをとり、楽曲制作の裏話やツアーの準備などの情報を発信することで、ファンとの距離を縮めている。このような双方向のコミュニケーションは、現代の音楽ファンにとって非常に魅力的な要素となっており、アーティストとファンがより密接につながることができる。また、彼らの音楽に込められたメッセージ性が多くの人々に支持されている理由の一つとして、 社会的なテーマに敏感であるる点が挙げられる透明になりたいや ILY といった楽曲は、現代社会における孤独感やアイデンティティの創出、そして他者との関係性に悩む感情を反映している。これらのテーマは特に若い世代に共感を呼び、SNS や音楽レビューサイトでも頻繁に取り上げられている。このように、楽曲が単なるエンターテインメントにとどまらず、リスナーの生活や感情に深く結びつくことで、 長期的な支持を得ているのだただし、競争が激化している音楽業界において、ナンバーアンダーライン愛が今後もトップを維持し続けるためには、さらに進化を遂げる必要があるだろう。現代の音楽リスナーは、新しい音楽体験や感動を常に求めており、アーティストが変化し続けることを期待している。例えば、ライブパフォーマンスの場での新しい演出や、バーチャルコンサートなどの新しい試みが求められている。 特に最近では、AR ・拡張現実や VR ・仮想現実を使った音楽イベントが話題となっており、ナンバーアンダーラインイがこうした技術をどう取り入れるかも注目されるポイントだ。また、音楽業界における国際的な展開も重要なテーマとなっている。日本国内での成功を収めたアーティストが、次に目指すのは海外市場でのブレイクだ。これまでに多くの日本のアーティストが韓国やアメリカ、 ヨーロッパなどでの活動を活発化させてきたが、ナンバーアンダーライン愛も同様の道を進む可能性がある。特に、彼らの音楽には普遍的なテーマが多く、言語の壁を越えて多くのリスナーに共感されるポテンシャルを持っている。海外でのプロモーションやツアーを展開することで、さらにグローバルなファン層を獲得することができれば、彼らのキャリアは一層飛躍するだろう。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がる。 デジタル時代において、アーティストがいかにして持続的な影響力を持ち続けるかという点だ。ストリーミングやダウンロードが主流となった現在、楽曲の消費サイクルは非常に短くなっている。新しい楽曲が次々とリリースされる中で、リスナーの関心を引き続けるのは容易なことではない。この問題にどう対処するかが、ナンバーアンダーライン愛だけでなく、現代のすべてのアーティストにとっての課題となっている。